ポップラインアギワルです。ランニングエチケットがね話題になっておりまして、走っている最中もバフマスクをつけて走るっていうことがねちょっと推奨されているんですけども、本日の動画は T シャツで作るバフマスクを作っていきたいなと思います。ではどうやって作るのか作業工程からお見せしていきたいなと思います。こちらです。まあ用意するものはもう簡単ですね。T シャツとハサミ、こちら2点だけご用意いただければすぐに T シャツから作るバフが作れます。で、使う部分はですね、この袖の部分ですね。袖の部分、こちらを、まずもうほんと簡単です。ほんと簡単。この袖の部分を切っていきます。はい、こういう形で、切り落としました。で、まあ、こうつけるってことですね。今度こちらの部分、袖のこの下側の部分ですね、こちらを切ります。はい、こういう風な形になるんですけれども、まあこれをねこうつけるというイメージですね。切ったものがこちらでございます。で、これをこうつけていくということになります。この耳の部分に少し切れ目を入れてあげます。ちょっとこう2つ折りにして、このぐらいですかね、このぐらいの切れ目を入れます。そうするとこんなような形で耳にかけることができます。で、こちら側も同様に、もうほんと結構伸びる伸縮性のある T シャツだったらもうほんとちょっとでいいですね。このぐらい、このぐらいの輪っか、もうこれでもねほぼほぼ完成みたいな形になってるんですけれども、形を整えるっていきます。この上の部分とかをきれいにね整えてあげると見栄えはすごく良くなります。で、こっちもこういった感じ。まあこちらの下の部分もね軽くいきます。ここら辺もねちょっと整えて、ちょっと雑になっちゃいましたけど、まあこんな感じでね。はい、ということで、ちょっとね調整して綺麗な形にしたものが、こんな感じになります。しっかりね顎まで覆う形になってて、鼻のところも袖のねこの先の部分なのでゴムが入っててしっかりフィットする形になっております。若干息苦しいですね。綿の素材で作ったんですけれども、これで走ったんですけど苦しいので、まあ作る方はもっと通気性のいいメッシュのものとかね使って作ってみるのもいいのかなと思います。でなんですよ、本日の動画はこの先があります。はい、何かというと、これでバフ作れたじゃないですか。他のもので何か作れないかなと思いまして、こちらです。じゃじゃーん、ランシャツ。ランシャツでバフ作れないかなと思いまして、もったいなくないって思う人もいるかもしれませんけれども、かなり着古して着倒したランシャツで、もうほとんど着ないかなっていう、かなりお世話になってありがとうございます、ナイキさん。ナイキさん本当にありがとうございます。ではどう作るのか作業工程から見ていきましょう。こちらです。まあもちろんね、ランシャツとハサミ、これさえあれば作ることが可能です。で、どうやって作るかと言いますと、まずこちらのここですね、肩の部分、こちらをもう思い切って切っていきます。置くとねこうなってる部分よりちょっと余裕を持ったこちらを切っていきたいです。反対側も肩の部分切っていきたい。はい、切っていきました。そしたらですね、今度はここら辺をちょっと切っていきたいと思います。ここら辺から切っていきます。こんな感じということで、切ったものがこちらです。でで、こうつけていくわけですよ。
もう大体イメージ皆さんできますよね。こうつけていくわけです。こっちの肩の部分と下の部分を結んであげます。肩結びでぎゅっと。反対側も下の部分を余裕のある感じで切ったのはこうやって結ぶためにですね、これをかけていくと、なんと人それぞれあると思うので、ここの輪っかの部分の調整はしていただいて、こんな感じでね、ナイキのオリジナルバフみたいな感じなのが、自作することができました。どうですか、めっちゃかっこよくないですか。見えるでしょうか、このナイキのワンポイントのおしゃれさ。やっぱりね、麺のバフとは比べ物にならないぐらい息苦しさはないです。さすがランシャツ、夏用のランシャツねで使ってるので通気性も結構いいですね。まあ、軽くちょっと走ってきたんですけど、まあもうあの麺の素材よりかはもう断然に苦しくない。全然苦しくないってことはないんですけど、麺の素材に比べたら苦しくないです。まあ見てる方で作る方はアディダスとかね、いろいろねここにワンポイントついてるランシャツがあると思うので、まあ着古したやつとか、まあもう着ないなというやつでぜひ試してみてはいかがかなと思います。ということで、ランシャツで作るバフマスクのご紹介でした。ありがとうございました。かっこいい。